テイスです。2019年の1月の4日、19時33分です。よろしくお願いします。今日もまったり配信やっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。捨て頃の、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。じゃあね、今日はね、とつまちをやろうと思ってます。よろしくお願いします。お茶爆ありがとう。ありがとうございます。コンティニューコインが46枚なんで、コンティニューコインもね、持ってる人いたら、ぜひ、よろしくお願いします。とつまちをやります。僕のとつはね、ふわっちのね、コメント欄に書いてある、こちらの方で LINE 登録できますので、こちらの方 LINE 登録してください。よろしくお願いします。放送中以外は、凸は受けません。よろしく。いつでも電話かけてきてください。はい、お疲れ様、いらっしゃい。よろしく。あのね、捨て頃のチケットについてなんだけど、和道リスナーですって言って、便所太郎さんにね、チケットの予約をしてください。和道リスナーですって、和道リスナーなんですけど、チケットの方を予約したいですって便所さんに連絡してください。よろしくお願いします。もしね、来たい人は。僕あれなんですよ、昼暇だった、ごめんごめん、今日ね、疲れてぐっすり寝てたんだよね。で、弾丸塾の打ち合わせで、ちょっと今までミーティングやってた。はい、ワード2、いらっしゃい。今、帰ってきたところだよ。ごめんね、昼間、配信なくて。散歩はね、今日この後行こうと思ってますね。この後行こうと思ってます。コンティニューコインありがとう。はい、凸かけたい人はね、LINE にて連絡ください。よろしくお願いします。俺は普段ね、家のパソコンで配信してるときはキャスト同時配信でやってますね。コンティニューコインありがとう。お茶もください、ぜひ。お茶もください。2期生、弾丸塾は1期で終わるかな。弾丸塾は多分ね、1期で終わりますね。2期生の募集やるのかな。今のところまだ1期が始まってないからあれだけど。はい、ワダツ、いらっしゃい。コンティニューコインありがとう。コンティニューコインのね、目安はだいたい50枚ぐらいストックがあるといいんで、50枚あるときはね、お茶爆の方お願いします。50枚貯まったら、50個ストックあったらだいたいもう分回しで配信できるんで、50個あったらお茶爆で。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。お茶爆ありがとう。ありがとうございます。
手頃ね、チケットの問い合わせいっぱい来てるんだけど、結構来たい人いるみたいだね、今回ね。欲しい人いっぱいいるんだね。弾丸塾ってね、たけし軍団のダンカンさんっているじゃん。がネット配信者に、なんつうの、弾丸塾っていう塾生になるのを募集してる YouTube の番組だね。それのね、アドバイザースタッフやってるんですよ、僕。ソソの株もだだ下がりなの。ソソの株下がってんの。別にソソの株は下がってないと思うけど。コジマグランプリ検討してる。コジマグランプリ検討してるか？そうか？小島さんはね、ダンカンさんに気に入られてるんだよ。俺はもうちょっと歯に大きに頑張ってもらいたいけどね。いや、筋肉痛だわ。もう筋肉痛が半端じゃないよ。今日もやらないとね、お散歩行かないとね。この枠2時間ぐらいやったら行こうかなとか思ってるんで。弾丸塾の成果出せずにギャラ受け取れるとかずうずうしい。何がずうずうしいの？なんで仕事をしてギャラをもらうことは普通だと思うけど。何にもずうずうしくないと思うけど。どうした？筋肉痛だよ。この上着、なんかフリーマーケットで、なんか500円ぐらいで買った。300円だったかな。お茶爆ありがとう。サンキュー。茶爆ありがとうございます。まあ今年は忙しくなりそうだね。今年は忙しくなりそう。やることがたくさんあるから。忙しくしないといけないしね。結構ね、今年は頑張るよ。もう3年ぐらいゆっくり休んだからね。ちょっとバリバリ動こうかなとか思ってる。アドバイザースタッフ？なのいいじゃん。仕事で呼ばれてるんだから。需要があるわけでしょ。需要が。呼ばれないより呼ばれた方がよくない？300円？いい？あ、パチパチありがとう。拍手ありがとう。そうだね、いつも黒い T シャツで洗濯物、コインランドリーが閉まってるから洗濯できなくて着る服がないんだよ。普通の社会人見てみろ。どういうこと？なんで俺が普通の社会人見ないといけないの？ 普通の社会人と何の関係もない生き方してるから見ないよ。普通じゃないもん俺。ゆうたんさんの写真撮るんですか？ゆうたんから依頼来たら撮るよ、全然。ゆうたん、写真撮ってあげたいなとか思って。パチスロ全然行ってない。もう、どれくらい行ってない？ 3、2ヶ月ぐらい行ってないかな。行きたいね。パチスロやりたいな。忙しくてね、パチンコ行ってる時間がないんですよ、最近。全然行ってないね。あ、そうだ。Amazon ギフト届いたんで開封します。ありがとうございます。Amazon ギフトが、Amazon から届きました。開封したいと思います。さっき届いたんだよね。何かな。
結構重たいんだ。うわー、ありがとうございます。ポカリスエットですね。トレーニング用のポカリスエットの粉が届きました。ありがとうございます。ポカリ届いた、ありがとう。ポカリスエットの粉だ、ありがとう。リスナーさんから送り主は本名、ありがとうございます。金魚姫さんからいただきました。ワド監督へ、素敵な一年になりますように。金魚姫ありがとう。いや、気づかなかった。ありがとうございます、金魚姫さん。こちらポカリスエット、金魚姫さんからいただきました。ポカリスエットの粉、ありがとう。これで体作ろうと思います。ありがとう金魚姫、ありがとう。粋だね、誰からだろうとか思って。ポカリスエット粉いただきましたよ、ありがとう。ポカリの粉はあれだよ、飲み物です。パチパチありがとう。薄めに作るね、あの甘ったるいと飲めないから。パチパチありがとう、ありがとう。同じ芸人でも自力で何十万も YouTube 登録者いるのに、男間塾は1000人くらいだっけ。お前に低評価のアンチコメだらけ。ほうほう、地獄へ落ちろ。大丈夫だよ、ほっといても地獄に落ちるから。ぶっ殺すぞ。なんでさ、あの狐枠の時だけぶっ殺すリスナーが現れるんだろうね。トツかけておいでよ、トツマチやってるから。狐の時だけね、ぶっ殺すっていうコメントが来るんだよね。なんでコテハンだとかけないんだろうね。普通に何、匿名じゃないと殺せないのかな。トレーニングは今回しないよ俺、捨て頃に関しては。トレーニング一切抜きでいこうと思ってます。ぶっ殺すイコール愛してるなんだ。どんだけ不器用だよ、どんだけ不器用だよ。海宝と仲良くしてろ。海宝は破門です。海宝はもう僕の弟子ではなくなりました。海宝はもう自分でやってくんじゃないですかね。知らん。画質いいかな、そうかな。おい、いらっしゃい。19号さんアイテムありがとう。対戦相手みやび。ワドリスは不器用人間の集まり。なんで、まあいろいろあって海宝は波紋になったね。俺もなんだか覚えてない。まあいいんじゃない、自分のリスナーいるだろうし。なんかスタップくんっていう爆投げアイテム誌もついたみたいだから、なんかよっさんに100万円投げてる配信者だね。配信者やリスナーが海宝の花火師やってるね。北郷さん聞いたことないって結構有名だからね。北郷さんテレビ出まくってるよ。独立じゃなくて破門かな。言い方だよね、言い方。
いやいや、北郷さん結構集客めちゃめちゃあるよ。少なくともお前よりは有名だよ。ステゴロトレーニングは今回一切やらない。ステゴロのトレーニングは一切やらないですね。もうそのまんま行って雅ぶっ飛ばして帰ります。調子乗ってるおっさんぶっ飛ばしてギャラもらって帰る。トレーニングしなくて余裕。余裕。トレーニングなんかいらないよ。あ、そうそう、乳首勃起系男子なんだよね、俺。勝ったら何かもらえるの？勝ったら、あれじゃない、メダルが毎回もらえてるけど。あんな50過ぎのおっさん殴るのにさ、トレーニングなんかいらないよ。余裕だよ、余裕。あんなのに負けるわけないじゃん。気持ち悪いよね、雅とかね。いい年こいて配信やってるのとか気持ち悪いよ、ほんとに。昆虫、そうそう、薬虫だね。沖縄配信って何？ああ、雅？あんなのに負けないよ。9号さん、こき使われてるんじゃなくて仕事でやってるんだよ、僕。沖縄に移住？さっさと行けって感じだよね。はい、わたつ。LINE 来た。はい、わたつ。いや、もう2ラウンド目に持ち込まないね。そのまでぶっ飛ばして帰るね。ゴング鳴った瞬間ぶっ飛ばすね。雅ってなんで嫌われてんの？わかんない。自分の年忘れてんじゃね？俺33だね、今。今年34号。34号じゃねえや、34歳。なんだよね、号って。雅いくつなんだろう。最初の1分は相手も強いし、ラッキーパンチもあるよ。こっちが強ければいいんでしょう。ラッキーパンチはボクシングにはないよ。ラッキーパンチは存在しないってね、初めの一歩のね、宮田のお父さんが言ってたよ。ラッキーパンチなんてないって。ないんだよ、そんなものは。今年の初凸枠だ。そうだね、凸まち初めての枠だね。あれ？また延長できない？延長できてる？あ、できたか。
今年50なんだ。おっさんじゃん。初老じゃん、初老。初老のおじいさんぶっ飛ばしたらギャラもらえるんだから楽な仕事だよ。タケソンって誰？テレビ、まあテレビ、テレビ見ないね。もう何年ぐらい見てないかな、テレビ。全然見てない。バカ10個ありがとう。ありがとうございます。テレビもう7年ぐらい所有してないかな。テレビなくても全然暇じゃないよ。タケルって読むんだ。セコンド誰つが、いやもういいよ。セコンド全然考えてない。一人で行って一人でぶっ飛ばしてくるよ。楽しいのいっぱいあった。荒引き団はなんか見たかな。荒引き団めちゃめちゃ面白かったな。荒引き団最高だったね。まあ全部は見てないけど、セコンドね。まあセコンドいないんだよね今回。いいんじゃない、別にセコンドなしでも。一人で行くよ。あのみやびが調子に乗った入場したらどうします。なんか入場曲発表あったよね、ツイッターで。あったよ入場曲。あのなんだっけ、ヤマト魂だっけ。俺はもう入場曲発表されてるよね。見た？入場曲発表。なんかツイッターでまとめられてたよ。みやびの入場曲どれだ？ちょっと待ってね。RX。そうそう。俺は仮面ライダー RX で入場。どこだ？どっかでね、特集されてたよ。俺は仮面ライダーブラック RX。仮面ライダー昔から好きなんだよね。俺がちょうど子供の頃見てたのが仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX だったから、あの曲めちゃめちゃかっこいいんだよね。あれはテンション上がる。走り込み3日目、まだ走ってんのこいつ。どうしてこんな顔になるのまたやってるよ走り込み3日目。バカだろこいつ。はい、ワドツ。自分頑張ってますアピールとかいらないからね。いっちゃん亡くなったらしいよ。もうこのコメントも来ないし、太郎ちゃんがツイキャスで配信してるの見た。チケット購入情報があったから絶対見に行くぞ。あ、そうだね。あの、和道リスナー、俺ではチケット販売してないから、あの、和道リスナーですって言って、あの、便所さんに連絡してもらえれば、チケット先行販売が始まったみたいですね。あの、便所さんから買ってください。便所太郎さんから。ヤマト魂。あ、コンティニューコインありがとう。明けましておめでとう。今年もよろしくね。便所さんが全員の入場曲発表してたよね。そうだよね。なんかね、ツイッターでまとめられてたんだけど、見つからないな。なんか、職人さんがまとめてたけど。今日やってた？全員の入場曲発表してた？NG ワードだからブロックです。さよなら。NG ワード書かないでください。あれどこだろう。ないな。あれどこだったっけ。誰だったかの。みやび。あれないな。どこだろう。谷さん美人なんだ。マジで。谷さん美人なんだ。へえ。マジか。
まあ、一種の面食いだからな。何系美人なの、谷さん。谷さん配信してるって噂だもんね。見てみたいな。コンティニューコインありがとう。いやー、まあ、部数じゃないでしょ。のりこと同い年だよね、確か、谷さん。そうなんだ。まあ、リスナーが美人だっていうことは本当に美人なんだろうな。知的系か。知的系の顔なんだ。へえ。芸能人で言うとどんな雰囲気なの？芸能人で言うと。やめて勘弁して。お茶爆ありがとう。お茶爆サンキュー。ただぶん殴りに行くだけだから、俺からすると。ひっぱたきに行くんだよ。50過ぎた調子に乗ってるおっさんひっぱたきに行くだけだから。やめて。あ、ないわ。ツイッターになんか情報出てたけどないね。アナウンサーみたいな感じなんだ。へえ。あ、そういう系なんだ。アドーさんが配信で雅の走り込み顔さらしてたの知ってて爆笑した。何気に潜ってる。いや、ビビってんでしょ、要は。あ、皆さん30分、残り3分なんで、お茶爆50とお茶爆100投げてください。ツイキャスの皆さんお願いします。はい、ワード2。ツイキャスでやってた。へえ。そうなんだ。浅田中宝を強くした感じなんだ。へえ。お茶爆50ありがとう。金魚姫ありがとう。お茶爆50ありがとうございます。ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。ツイキャスもやってるよ、最近。去年のね、末からね、狐枠は、要は匿名枠はふわっち、コテハン枠はツイキャスで同時配信やってるね。最近そんな感じです。はい、こんにちは。お茶爆50ありがとう。ミノムシさんからお茶爆50いただきました。ありがとうございます。ありがとう。お茶爆50ありがとう。お茶爆ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。はい、こんにちは。そう。だからね、狐、匿名が好きな人が、ふわっちに集まって、コテハンで読んでほしい人がツイキャスに行ってるから、喧嘩がなくなったね。通常枠やってくれとか言われなくなったから。お茶爆50は350円入るね。リスナーさんが500円負担で、7割の、350円俺に入る。そう、谷さんは石野の同居人っていうか、まあ、飼い主だね。飼い主。はい、ワードツー、いらっしゃい。ゆい見習え、ゆいって誰や。ゆいがわかんないな。いやー、セックスレスなんだよね。3ヶ月間ぐらいセックスしてないっすね。ちょっと今、事件が起こってるんだ。セックスレスです、僕は。あ、そんなに綺麗なんだ、谷さん。へえ。いや、だから谷さん見たことないもん、俺。会ったこともないし、見たこともないから、どんな人なのかわかんない。したくなるよ。したくなるけど、パートナーがね、セックスは一人じゃできないんだよ。オナニーはめちゃめちゃしてる。オナニーはめちゃめちゃしてますよ。頑張ってます。
ワトさん、かわいい、ありがとう。かわいいか。かわいくはねえだろ。うん。石野に谷さんの方が面白いって言ったらブロックされた。おお。残念だね。酒立ってるんだ。いや、酒を立つとかそういう問題じゃないと思ってて、俺。なんか喧嘩するのに、なんかトレーニングしてるやつとか、俺、めめしいやつだと思ってるから。かわいいよ、ありがとう。あ、谷さん、そんなかわいいんだ。パートナーと一緒にいるのに3ヶ月もしないとか理解できない、うん、俺はまああんまりすぐブロックはしないから、 NG ワードしつこく書いて連投だけだね。ブロックするのは禁煙もしてるんだ。へえ、いいんじゃない。私は1年以上してないけどやばいですか。いや、まあまあ性欲がない人とかもいるからね。だるいけど明けおめです。明けましておめでとう。わかんない、わかんない。石野と池上どっちが伸びそう。俺が年齢が下でこいつが本気出したらやばいなっていう配信者2人だけいて、石野と柏木の2人は、あ、こいつ、この2人本当に面白いなと思った。こいつが配信、この2人はどっぷり配信に使ったら勝てないぐらい、もう本当に面白いと思った。あ、来てくれてありがとう。あ、ボヘミアン・ラプソディ見に行くんだ。行ってらっしゃい。まあ人それぞれでしょ。金梅は酒飲みまくって捨て頃出たからな。石野はあごひげ伸ばしてますかってコメントでブロックしやがった。なんか石野中学生みたいに見えるよね、ひげ剃ったら。ポツかかってこないね。呂布カルマに似てるよね。めちゃくちゃ似てる。のんちゃんさえいなければ夕飯食べに来てもらうのにな。俺だるいもん、家から出たくないもん。わざわざ行かないよ、飯食うのに。私好きなんですよね、ああいう顔。ああ、呂布カルマ系の顔好きなんだ、うん、まあまあ分からないでもないか。ああ、石野谷さん毎日抱いてるんだ、うん、スケベだな。いいね。いや、知らないよ。あなたがだるいかどうか俺には関係ない。知らないよ。だるいだるいって言われたって。あー、 S っぽいか。ドレさんが高光と練習会やりたいって言ってた。いやー、練習は今回やらないよ俺。練習なんていらないよ。もう普通にそのまんま行ってそのままぶっ飛ばしてくる。今回のステゴロ練習しないがテーマだから、一切の練習しません。
なんなら普段着で、そうそうそう。プラッと行って、おっさんぶっ飛ばして帰ってくるから。今回どうなんだろうね。配信者出るの少ないからチケットさばけるのかな。ウサちゃんパンチは相手だから、俺じゃないよ。ウサちゃんパンチは向こう側ですよ。向こう側タバコやめないよ。なんでやめんの。タバコやめない。本数減らさないとなぁとは思ってて、うん、アウトサイダーの方からの先行予約多いんだ。へえ。この格好で一応金属とかがついてるのはダメっていう風になってるから、ジーパンがダメかな。ジーパンがアウト、ベルトもアウトだね。タヌキに出てる女性の名前誰？雑談タヌキとか見ないから分かんないっすね。解放の赤いガウン知らない。お茶爆ありがとう。お茶爆アザース。まあジャージとかだったら普段着でいいんじゃないの。あの金属とかあってグローブとか当たるとダメだから、相手が怪我するから、一応金属がついてなければ OK だけど。解放弟子じゃないよもう、うん、解放波紋。お茶ありがとう。お茶ありがとう。解放電話かけろ。あ、誰からでも電話突受けてますよ。はい。誰でもかけていいですよ。LINE これですね。LINE はこれです。誰でもかけてきてください。捨て頃チケット配信者枠ありますの。え、配信者枠どういうこと。誰でも購入すれば、便所太郎さんに和道リスナーなんですけど、ステコあのチケット先行販売予約お願いしますって DM かければいいよ。俺はあのチケットの管理とかできないから、あの便所さんにお願いしてる。はい、こんばんは。最近閲覧落ちた。去年の末ぐらいから閲覧50ぐらいかな、俺。いや、関わってるっつうか、ドレさんから連絡が来るんだよ。うん、ありがとう、キャス君ありがとう。和道リスナーというといくらか和道にバックがあるの。いや、バックないよ。バックないけど、あの席とかが固められるんじゃないの。かりんさんありがとう。なんかあの席順とかいろいろ考慮してくれんじゃないの。俺はバックはないよ。もう今回別にあのリスナーさんに集客かけてないもん俺、まあ、来たけりゃ来ればいいし。
ありがとう、お茶爆ありがとう。何なんだろうね、やたら大物ぶるよね。お茶爆ありがとう。まあ最後の捨て頃だから見に行きたいっていう人は結構多いみたいね。もうこのイベントもラストだから、俺もうこれで格闘技やめようと思ってるもん。ワドウェザー、まあメイウェザー本物だよな。どの世界でもそうでしょ。稼げる人間はごく一部よ。映画は頑張るよ。映画はもう忙しいよ。今日も映画の話してきたかな。あ、そうそう。俳優さんがね、出たいっていう問い合わせあったんだよね。悪役俳優さんで、そう、リスナーさんが紹介してくれたんだけど、ちゃんと俳優業やってる人らしいよ。まだ返信してないんだけど、この人、悪役の俳優さん、ああいらっしゃい、どうもどうも。でちょっとね、今日ね、打ち合わせしてきたんだけど、ちょっと脚本一気に書き換えることにした。脚本はね、一から作り直す。いや、成功なんか狙ってないもん。作りたいから作るだけだよ。あれ？ボヘミアン・ラプソディ？もういいんじゃないの？なんだろう。声出していいっていう手法でやってんだよね。俺、KO 負け一回もされてないよ。KO 負けは一回もない。全部判定負けだよ。いや、映画は作りたいから作ってんだよ。俺が楽しいか楽しくないかだけで考えてるね。体重差は俺が今73キロで、相手が何キロっつったっけ。あれ、雅の体重何キロって言ってたっけ。何キロっつったかな。78キロか。俺より5キロも、なんだろうね。俺より体重5キロも重たいんだ。
身長は俺の方が高いかな。身長は俺の方がでかいはず。確か。ウェイトは下げようかなとか思ってるけど。ウェイトは65キロぐらいにしようかなとか思ってるかな。今の感じだと。ちょっと体が重たいから、トップスピードで動けるようにはしたいなとか思ってるけど。これ水虫じゃないよ。これ水虫じゃない。え、今日ナウシカやるんだ。俺テレビ持ってないから見れない。放送お疲れ様です。どうもどうも。今一番太ってるかな。うん。俺は別に、なんだろう、かっこつけてないよ。俺は170だね。俺170センチ。ジャストぐらいかな。身長170。だね。あ、まあね、スラムダンクは三能編以上のもの書けないでしょ。あ、最高傑作だよね。第2試合であんなの見せられたらね、めちゃくちゃ背低いよ。みやびは、みやびはずんぐりむっくりのゴリラだよ。身長差どれくらいあるか見る？俺とみやび。どれくらいだったかな？みやび、あった。一回手合わせしてるんだよね、実は。でも分かんない、それ便所さんに聞いてよ。俺分かんないよ。見える？これ俺が身長170だから、こんだけ身長差あるよ。全然違うでしょ。これ2年前ぐらいかな。これ本腰のスパーリングじゃなくて慣らしだけど、まあ正直言って下手だよね相手。正直パンチが打ててないもん。なしだね。ボクシングだね。
全部入ってるし。こんな感じだね。わかんない。名古屋だからじゃない。名古屋だからじゃない。わかんないけど。はい、おはよう。あ、まあ強い人ね、実寸よりリング上でかく見える傾向はあるよね。うん、カズーンさんが雅に必殺技を教えますって言ってた。おお、いいんじゃない、うん、これ避けるのは結構うまいって言われるね。あーっとね、お茶爆がいいかな。お茶爆がいいっすね。今コイン50枚溜まってるんで、うん、はい、お疲れ。レンタカーのベンツね。はい、こんばんは。ツイキャスまったりだね。うん、お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとうございます。お茶爆ありがとう。避けるのとガードはうまいってよく言われるかな。お茶爆ありがとう。サンキュー。動きが堂々としてる。まあ、後半だいぶ変わったよ。さっき今見せたスパーリングって、あの、捨て頃1の時のスパーリングなの。後半かなり、後半のやつ見る？去年の練習会の動画とか、結構まあ、上手くなってると思うよ。だいぶ変わったんじゃないかな。去年の練習会がこれかな？うん、まあいいじゃん別に、うんうん、これはボクシングルールだね。これはボクシングルール。そうだね、一昨年よりは上手くなってるよね。まあ、ジムに通い始めたっていうのがでかいんだと思うけど、カウンター綺麗に入ったね。インファイターだからね、俺が。直線的だね。フットワークだから、あの、回り込むタイプの人苦手だね。フットワーク強い人は。まっすぐ追いかけるから。うん、ショートアッパー。フック、左フック、右アッパー。うん。うん、まあまあ、キックよりもボクシングルールの方が得意かもしんないね、うん、まあ、こんな感じかな、うん、ありがとう、お茶爆ありがとう。直樹兄さんでかいね。直樹兄さんでかい。ツイキャスは荒れないね。今のフックはアウトボクシング。いやいや、思いっきりガチャガチャのインファイトだけど。正中試練好き。空手の技じゃん。正中線ここかーって。ダダダダダンって。回し受けとかね。
ジャブはパンチ打っても引く能力が必要なんだよ。戻しは早くしないとね、ジャブは。ジャブは戻しだね。いや、直樹兄さんオーソドックスだね。こう。俺はピーカブーだよ。こっちだったけど。正月、いや別に正月らしいこと何もやってないからあんまり実感ないかもしんない。いや、28号さんで正解。ありがとう、ありがとう。直樹兄さんはもうスタンダードな、脇締めて、体半身に構えて、右を前に出してっていう。で、ステップワークでっていう、こういう。まあ、ザ・ボクサーだね。もう一回。待って。裕次郎みたいな王騎の日、ああ、ウドゥンデーだね、ウドゥンデー。 あ、皆さんお茶爆お願いします。残り3分なんでお茶爆50とお茶爆100お願いします。来たぞワード、いらっしゃい。腕、そうなんだよね、リーチがめちゃめちゃ長いんだよな俺。そう、リーチ185あるの、すげえ腕長い。だから本当はね、多分腕の長さで言ったら、ジャブついた方がいいんだよね。雅戦は。三眼。直樹なんて俺ワンパンでいけるぜ。ああ、そうなんだ。マシバはフリッカー、デトロイトスタイルってこうやってやるやつね。こっからこう、軌道が読みづらいっていう。お茶爆ありがとう。内藤さん意外とトリッキーだよ。わあ、ありがとう。お茶爆50ありがとう。ボンからいただきました。ありがとう、ボン。サンキュー。ありがとうございます。内藤さんね、すごいよね。トリッキーだよね。妹が可愛いんだ。へえ。ありがとう、茶爆50。まあ、デトロイトスタイル、あんまり最近見ないのかな。メイウェザーがデトロイトか。フリッカー。お茶爆100ありがとう。お茶爆100ありがとうございます。金魚姫ありがとう。サンキュー。あざーす。まあ、ファイトスタイルはもうピーカブーでいいかなと思ってるけどね。ピーカブーがやりやすいかな。先に仕掛けといて、ボコられたら本気で来たから、どんだけヘタレだ。 まあ、あれはあれで面白かったと。まあ、一長一短じゃないの。やっぱコメントが走るのはフワッチの方が走るから、コメント拾うのはメインはフワッチになっちゃってるからね。ああ、クミちゃんね。マシバクミね。
一歩の彼女ね。負けるって言ってる。あ、そう。俺はね、全部のアカウント、ワド監督でやってるから。ひらがなでワド、漢字で監督。ワド監督で検索すると、インスタ、YouTube、Facebook、LINE、全部出てくるよ。俺はもう、コテハンワド監督で検索かけて。ふわっちと一緒。まあドレさんはね、格闘技知ってるからね、あの人の解説は当たるから。いや、まあポンプなのは分かるんだけど、あの人のあの格闘技論は正しいよ。編集ソフトはダヴィンチリゾルブですね。ダヴィンチ、ボディーバッグ欲しいな。そう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 、好きな方、キャスでほっこり枠が嫌だなと思ったら、あのツイキャス見る、ふわっち行って常枠見ればいいし、匿名コメント嫌だなっていう人はツイキャス見ればいい。一応言ったんだよ、2はね、もうちょっと頑張れたらな。ありがとう。60、2の試合もう一回見直すか。2見てみようか、反省の意味も含めて。どうだったのか、もう一回見てみっか。捨て頃2見てみていい、ちょっと2どうだったかな、もう一回見てみようか。ニコ生はね、ダメだった、全然フォロワーさん増えなかった。ちょっと2見てみます。ちょっと一回7分間だけ見てみようか。スタンディングダウンね、取ってないね。あれは取れてないんですよ。なんか重たいな。いや、あれはワン。テルチャンピンとのワン。ワンはテル。テルチャンピン。あれ？止まったな。ちょっと待ってね。重たいね。ちょっと待ってね。なんだろう。新田真剣佑です。結婚式場。ちょっと待って待って待って。これか。さあ両者入場しました。セボロ許可取ってるよ、大丈夫だよ。キャプっていいよって言われてる。エズラ21 80キロ、ナオキ兄さん。ナオキ兄さん強かったよね。でかかったし。わーどー、カメラが4カメぐらいになってて本格的なんだよね。カメラワークめちゃめちゃ優秀なんだけど。そうですね、かなり両者とも練習してたみたいです。今日直樹さん誕生日ですから。そうですよね、なんと言っても絶対に勝ちたいと言ってましたよ。オーラで勝てる、はい言ってました。すれ違った時にね、リーチは全然違うよ、身長差が違うもん。はいはい、一方のね、ワード選手もね、やっぱり前回も出場して、ね、前回あの惜しくもね、そうですね、負けてしまったんで。ただ経験値はありますからね、はい、あのマイナス面であるスタミナも克服してきた。相手でかいよやっぱこれ、はい、本日に合わせてきております、
じゃそれでは行きましょうか。さあ始まりました。おっと、いきなり直樹兄さん。直樹兄さんも見えてますね。ですね、だから顔つき変わりましたからね、ちょっと前と。おっと、左が入った。おっと、左フックストレート、速くて見えないぐらいフックですね。はい、フックありましたね、直樹兄さん。ファイブ、シックス、セブン。直樹選手ね、捨て頃に向けてボクシングジムに。いや、俺16音声慣れてるから他の音素が使いづらいね。対するの和藤選手も、はい、和藤選手もね、世界7位の選手に指導を受けたと、はい、そうですね、いうことで今日もセコンドでね、入ってますね。世界7位ですからね、はい、日高選手。これやっぱ直樹兄さんも自分の誕生日にこんだけたくさんの人が応援してくれるということで、ね、絶対に勝ちたいと言ってましたけれども、ただ本当に我々近い人間からするとこの2人とも顔つきがね、ここの1ヶ月ぐらいでだいぶ変わってきましたね、はい、体つきも、ね、ここで直樹兄さん押し込んでいくか。そうだね、いやバチンって入ったけど効いてはいないね。だからあの体格差に押されて飛んだって感じだね。配信より格闘技の方が向いてる。パワーが上、パワーがめちゃくちゃ上なの。やめちゃえなんかも言われてますね。言われてますね。だから身長が10センチでかくて体重が10キロでかい、10キロ重い人にぶん殴られるイメージだったらわかるでしょ。自分よりも10センチ身長が高くて、10キロ体重重い人にぶん殴られるイメージだったらわかるでしょ。いや、ガードの上から吹っ飛ばされたんだよ。聞いてはいないようだから。あと20秒ですね。さあ和藤選手、ちょっと一発当てたいところですけどね。おっと、おっと、いや、ここスタンディングダウンだろう。止めんなよな、レフェリー。聞いたか。いやいや、あの普通の倍速、ね、はい。今年もよろしくお願いします。今年もよろしく。いや、面白い試合です、ね、いや、1ラウンド目からすごかったですね。ああ、ちょ、横取りってわけじゃないけど、ちょっとバテたかなって、はい、ちょっとタラちゃんが入って、ね、この人がカズさんって言って、宮城さんのセコンドに回るって。ちょっとタラちゃん入ってました。そうだね、ダウン取られたから取り返そうと思って必死だったかな。数はね、出してますよね。はい、セコンド、セコンド。それではインターバル残り5秒前。さあ始まりますよ、ラウンド2ラストラン、そうそう、本人の意向だから。さあ泣いても笑ってもあと残り2分ということですが、ガードは上半身、下半身うまいこと使って直樹兄さんのパンチをかわしてますね。さあすごい両者、肘と肘のぶつかり、濃い濃いと和道が。直樹さん体格がいいですから一発当たるとちょっと怖いですよ、和道選手も、ね、パンチもだいぶ重いらしいんでね、直樹さん、はいはい、重いですよ、暇の時